ちょっと前なら覚えちゃいるが1年前だとちょっと分からねえな紙のないテキストだってここにはたくさんあるからね悪いなほか当たってくれあんたレックの何なのさ皆さんこんにちはレック専任講師沢井清治ですレック新しいテキストプレゼン入ってきましょうよろしくお願いいたします このプレゼンテーションはレックのニューバージョンのテキストを使った見本教材となりますまた私担当は合格講座を担当しておりますのでよろしくお願いいたしますでは早速なんですけれども労働基準法のテキスト入っていきたいと思います、まあ、今回何が変わったのかというとですね、まあ、2つの改正点があります一つは、はい、これはレジュメなんですけれどもテキストの方ですねはい グレーートンだったものがですね今度はブルーそれから、まあ、黒という形と白という形で、まあ、いわゆる2色カラー刷りのテキストになったということになるんだよねはいそしてこれはですねなぜこのようになったかとで今までのバージョンが、まあ、悪いわけではなかったんですよね今までなぜわざわざレックは変えずにここまで通したかそれは えー、受講生の方でですね、まあ、今まで通りにしてくださいという、まあ、アンケートの結果の声が多かったので、まあ、書き込みのこととかですねあと赤の色それからまあマーカーの乗り具合ですね、まあ、そういったことでですね、はいまあ、なるべく今まで通りのテキストにするということでやってました、まあ、昨今ですねまたいろいろ受講生にアンケートを取ったところ、まあ、聞き込みですねこのところですね、まあ、このブルーの色合いが目に優しいとこれはやはり時代ですね、まあ、目がが疲れてる方が 疲れてる方が多くなっちゃったと多くなっちゃったということらしいんですよそこでですね、まあ、目に優しい色合いを、まあ、世間が求めているということになったわけですねそこで、まあ、新たにこういった内容のテキストになりましたということでございますでは早速なんですけどもこのテキストを使って労働基準法入っていいいきたいと思いますまずは社労試験の出題一覧ということで過去5年間の出題について「 内容を見ていいいきたいと思いますまず選択式について選択式に関しましては穴3つでございますねそして見ていただくとこの労働時間まあ有給休,休暇、まあ、時効という形ですねこのうち穴2個が判例からの出題こんなふうになっているわけですねそして例えば択一式を見ていただきますとまあ休業手当、まあ、令和5年です休憩 年少者妊産婦ですね早速、労働契約等賃金等、まあ、労働時間等というふうになっているわけですねでこれを見ていただきますとねまず選択式のテーマに関してはばらけております傾向としては選択式労働基準法穴3つになりますけれどもはい前の年に出ていないテーマから拾っているということがよくわかりますよねそして 実際内容的には穴2つはこれが判例からの出題労働判例ですねそして穴1つが法令からの出題ということですさらに卓一式問題を見ているとこのところですねちょっとした計算的な問題ただ計算といってもですねやり方を問うようなところ例えば休業手当ですねこういったものが出ていると。 いうところですね、まあ、そんな中でですね、まあ、絶対押さえておくべきことそれは早速でございます総則、総則、総則と総則に関してましてはすべての年で丸々一問出ているということが言えるんですねなので総則に関しては、まあ、必ずやっておくとえきちんとやっておくということが大事ですねそれからどうしてもボリューム感が大きい、まあ、労働時間 これに関しましては、まあねまあ、時間外労働も含めてこれ労働時間ですよね、それから労働時間、そして、えーまあ、労働時間、まあ、労働時間ということで労働時間に関しましてはねこれまたまあ必ずと言っていいほど、まあ、出ているということになるわけですね。はい、なので、総、ま、則、あ、と、まあ、労働時間というのは、まあ、とにかく出るんだよね、そしてさらにもう一つですね賃金、そして賃金、賃金。 それからまあ賃金と賃金もほとんど毎年のように出ているということになるわけですね。はい、ということでこれがまあ出題一覧ということになるわけですね。そして大雑把につかんでいただきつつ先に進んでいきたいと思います。労働基準法の科目構成とということになるんですけども、 ままず早速というものがありますでこれがですね毎年のように試験に出ているんですけどもこの総則というのは全体を通しての考え方でございます。よってこの総則がかかることはこれは労働契約賃金、まあ、労働時間休憩休日年中有給休,休暇そしてまあ就業規則寄宿者、まあ、全てにかかってくるということになるんですね。そして 年少者と妊産婦というのはこれはちょっと別物で保護規定でございますでは1ページをめくっていきましょうねでこのテキストについてちょっとねここにアイコンがありますのでまず、はい、ポイントというものがついていますポイントというのはこれはまさにここがポイント、まあ、用紙ですねこれは必ず見ておきましょうということですよねそれからパワーアップというね、まあ、こういったアイコンがあります このパワーアップというのは何かというとですねさらにここ出題予想されますのでちょっと一歩踏み込んだ形のですね記載なんだけども見といた方がいいぞと余裕のある方は絶対見ろよという形ですよねそれから選択式注意ですねこれは条文上のアイコンとして選択式で狙われる可能性があるものに対して選択式注意となっておりますそれから はい、今度は太字の強調ラインですね太字強調に関しましては、はい、これは例えば選択式に穴になるまあ要点とか用語特に重要な用語などですね、まあ、そういったものが出てくるということになります。それから今度趣旨というところですねこの趣旨というのはこれがまあ法制定の背景や条文のまあ解説などですね。そして参考というのは 直接試験に該当するかどうかはまだ定かではないんだけども参考としてね見てもいった方が全体の理解としては深まるよというところになりますそして7割圏外とこれあるのは何かというとですねこれはですね例えばレックの講座で言えばスピードマスター合格講座のように例えば通常1年であるプログラムをまあ10ヶ月とかね、えー、まあ8ヶ月とか まあそういう形でやっていいく、まあ、そういったときにすべてを見ているとちょっと間に合わないんだよね。まあ、今回はとりあえず手っ取り早くですね、まあ、出そうなところだけやりたいというニーズもありますそういった場合は、まあ、ここはね7割圏外,外していいよと、まあ、そういった方に関してですだから全員が外すってことではないですね、はい、さらにですね、まあ、ランク付けですね、はい、品質のランクで、まあ、A から C の3段階 そして、まあ、格付けみたいにねととか AA A と、まあ、こういったものはですね絶対に出るからやった方がいいぜというのが AAAA、まあ、AA とダブルスタンダードみたいな、ね、形になってくるということになるわけですねはいでは、まあ、大体のね内容を確認したところさらにですねはい出題実績に関しましてこれはねすごくいいと思うんですよ例えばこのですねはい選択式で出されたところにはこの濃いアイコンの マークがあります。例えば平成十四年に出たのであれば平成十四ですね。で、卓一付きで出た場合は薄いアイコンですね。これは過去に出た論点ですね。まあそこにアイコンが振ってあるということになります。では第一章総則を見ていきましょうね。まず労働条件に関する基本原則。はい。まずアイコン確認してください。 そうしますとまず選択式注意のアイコンがあってまあ品質度としてはこれ a ランクになるとさらに平成19年に選択式27年には卓一式18年25年には卓一式で出題があったというアイコンですね第1条労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならない これが第一条、第一項。第一条は労働条件の原則になります。はい、労働基準法の第一条、労働条件の原則と書いてありますが。通常の、まあ、他の法律であれば、通常は目的になりますよね。ただ、労働基準法はちょっと得意ですね。労働条件の、まあ、原則になります。第二条。この法律で定める労働条件の、まあ、基準は、これ大事ですね。 最低のものこれ覚えてください労働基準法の労働条件は最低ラインだから守らないと罰則が来ちゃうということなんですよはいそしてこのですねまあレジをねちょっと見ていただきますとですねこうなってますはい労働条件の原則労働基準法第1条労働条件の原則 労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないつまりこの部分が選択式で出る可能性があるというねこういったまあ動画レジュメがつきますそして第2項です第1条第2項この法律で定める労働条件の、はい、基準はこれ最低のものであるかなこれ覚えよう 労働関係の当事者はこの基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとよりもとよりというのはもうそんな当たり前だよねってことですねその向上を図るようにこれ勤めなければならないということになるんですよねでここでね勤めなければならないという表現がまあ直接条文についているこの条文は非常に珍しいです労働基準法というのはこれは刑罰を持った法律です 今言った通り最低基準を守らなかった場合は刑罰罰を持って罰則が来るるとということになるんですねだからそういった意味ではまあ絶対的に守らせるという法律なんですけれども、はい、この第2項のところを見ていただきますとですね努めなければならないこれ努力義務と言います努力義務には罰則はありませんなのでまあちょっと極めて珍しい条文になるということですねでは趣旨を見ていきましょうはいこの本条1項は「 日本国憲法25条第1項健康で文化的な最低限度の生活保障これ憲法ですよと趣旨をここチェックです同じくするものであるつまり労働者が人間として価値ある生活を営むために必要な最低限の労働条件を保障すべきことを明らかにしたものであるこれは本条各条の解釈にあたりこれはですね大事ですね。 基本観念として常に考慮されなければならないものであるとまあ、当然といえば当然ですよねまた本条2項においては労働基準法の定める労働条件の基準は出ました最低のものであるとして 労使当事者が労働基準法に定められた基準を理由として労働条件を引き下げてはならないことは当然むしろその向上を図るようにこれ努力することですねなので罰則というものはついておりませんということですちなみにこのパワーアップに書いてある日本国憲法第25条第1項これ皆さんねえおそらくねどこかで学習した経験あるのではないでしょうか。 全て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。はいということで本条は訓示的規定であるからこの罰則の適用がない試験対策上これは大事でございますさらにポイントに関しては、まあ、本条は。 労働者に人格として価値ある生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障することを鮮明これ明らかにしたっていう意味ですねわかりますよね、読んで字のごとく明らかに宣言したと労働基準法の解釈のあたり基本観念としてまあ常に考慮されなければならないと、ここで皆さんにねちょっとコツを言いますわ、どういうことかね、例えばねこのポイント、これ、過去問ですよね、平成28年。で出ててきた時にねこれって 覚えておかなくともね、労働基準法のこのはい、えー、元となっているですねこの労働条件ということでこの、えー、人格として価値ある生活を営む必要を満たすとこういう言い方でまさかこれが罰になるってことはまあ、考えられないといったようなねものですよねはい罰になるとは考えられないのであればいちいち覚えなくても 最初の感覚で、まあ、どう考えても丸だよねっていう感覚を皆さん持ったら。その感覚を大事にしておけば、試験でも同じ展開になります。これ通達です。通達というのは何か。昭和二十二年九月十三日、揮発十七号です。初めて勉強される方もいらっしゃると思いますので、ここで通達についてお伝えしたいと思います。通達というのは。 上位の行政機関が下位の行政機関に対して具体的な解釈をですね、まあえー、伝えるこう,こういうふうにやれよと具体的にはこうだぜっていうふうに示すんですね例えば、まあ、労働基準法であれば労働局がそれを、えー、下のね、えー、労働基準監督署に対してね、まあ、この扱いはこうだぞとこれ基本的観念だからなっていうふうに言ってるわけですねはいこれが通達番号というのがあります、はい、そしてでは 人たるに値する生活というのは健康で文化的な最低限度の生活日本国憲法25条1項と、まあ、同種旨というところですね。第2項さあこれ入るかいみんなこの法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから労働関係の当事者はこの基準を理由として 労働条件を低下させてはならないことはもとよりその向上を図るように努めなければならないとされていますはいということでさあ1ページ進んでいきましょうポイントを見ていきましょうさて新しいアイコン見てくださいポイントと書いてありますのでこれがまあ出題ポイントになるよということですよねこの労働条件とは 労働者の職場における一切の待遇を言うが雇いで採用は労働者として収容者との労働関係が発生するこれ大事だね前段階の要件であることから本条による労働条件に含まれないここ大事ですはいこの採用に例えばね大卒以上とか高卒以上などの要件をつけた場合それっていうのは労働条件ではないこれは大事だ 採用は労働基準法の労働条件ではないというところこれ絶対覚えよう次に人たるに値する生活とは健康で文化的な生活を内容とするものである具体的には一般の社会通念によって決まるものであり人たるに値する生活の中には労働者本人のみではなくそのここ大事だね 標準家族を含めて考える、まあ、べきものであるこれは特に大事ですそして3つ目労働関係とは使用者と労働者間の労務提供とそれに対する賃金支払いを軸とする関係を言いい労働関係の当事者とは使用者及び労働者のほかにそれぞれの団体である使用者団体と労働組合がこれ、含まれる。 この法を基準を理由としてというのは労働基準法に規定があることがその労働条件の低下の決定的な理由となっている場合をいうしたがって社会経済情勢変動等ほかに決定的な理由があれば本条に抵触するものではないとでは続きまして2条も見ちゃいましょうか労働基準法第2条労働条件の決定 労働条件は、労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものである。第二項、労働者及び使用者は、労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならないとなっております。さて、まず趣旨なんですが、 労働者と使用者との現実の力関係の不公平を解決するため労働条件は労使対等のもとに決定すべきであることを明らかにしているとそして労働条件が労使対等のもとに決定された当然の結果として労使両当事者がはいこれ初めての方もいます。労働協約 就業規則労働契約をこれ遵守し誠実に義務を履行すべきことを定めているまずは対等な立場労使対等の原則でありますそして1条と2条は罰則はありません具体的に何々をしてはならないというわけではないので罰則の適用はありませんねさてここで出てきた労働協約就業規則 労働契約についてそれぞれどんな内容かを確認していきたいと思います。1番労労働働組合ととのの使用者との間これが労働協約になります第2項では労働契約就業規則労働契約を、まあ、遵守守守れと言ってるわけですね。でこの労働契約って一体何なのかこれは労働組合法に根拠があります。はい、だからこれは 労組法ですねということでここはですねちょっとね間違えましたすみませんはいこれは労組法になりますね労働組合法に根拠があります労働協約は労働組合法に根拠がありますちなみに労働組合法は労働の一般常識の中で取り上げております その労働組合と使用者との労働条件にある合意例えば春闘などで合意してそれを文書にしたものそれが労働協約と思ってくださいね続きまして就業規則ですこれは会社にあるあの就業規則のことじゃないかその通りでございます労働者の就業上遵守べき規律などですねまあ会社が定めたま就業のルール 会会社社がが定めた、まあ会社の規規則則でででももいいですすこれが就業規則ですもう一つ労働契約労働契約とは個々の労働者と、まあえー、使用者で労働基準法ではですね、まあ、会社側のことを使用者という言葉を使っていきますのでね、はい、使用者と労働者との、まあ、個別の契約これを労働契約というふうに言っておるわけですねさてもう一度。 プレゼンしてみましょうね第二条労働条件の決定労働条件は労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものである労働者使用者はさて穴埋め問題やってみましょうまずは労働協約次に就業規則そして労働契約を遵守し 政治に各々その義務を履行しなければならないそして優先順位は最も優先度が高いのは今学習しているような法令でございます次に優先度まあ効力が有利になる優先してその効力を順守しなければならないそれは労働協約となります次に効力が強いのが就業規則そして最も後に来るのが 労働契約ということになりますで、キスに戻っていきましょう過去問の事例が出ていますよねはい、例えば労働基準法第1条による人たるに値する生活には労働者の標準家族の生活を含めて考えることとされているがこの標準家族の範囲は 社会の一般通念にかかわらず配偶者、子父母、孫、祖父母のうち当該労働者によって生活を、えー、生計を維持しているものとされている、はい、これは罰ですよね。はい、別に、限定されているわけではない。つまり、ここで、配偶者、子、父母、孫、祖父母のうちなんていうふうに決められているものではないですよね。よって、えー、罰ということになります。 もうう一問見ましょうか労働基準法第2条1項により労働条件は労働者と使用者が対等な立場において決定すべきものであるため労働組合が組織されている事業上では、まあ、労働条件は必ず団体交渉によって決定しなければならない。 はい、前段部分は合っているんですけれども労働組合が組織されている事業上で必ず団体交渉による決定しなければならないという部分はありませんのでこれは罰ということになりますいかがだったでしょうか新しいテキストと、まあ、動く動画レジュメの組み合わせぜひ皆さんの「レック内の,のご入門、えー、お待ちしております。 そして新しいテキストを使って皆さんと一緒に学習できることを心より楽しみにしています。あんたレックの何なのな